関月橋駅は、京都府京都市伏見区文後橋町にある、京阪電気鉄道宇治線の駅である。駅番号は、京地71。国道24号が、宇治川をまたぐ、関月橋のすぐ東側に所在する。関月橋の名称の由来は、豊臣秀吉が、現在の月教院で模様したと言われる月見の宴である。相対式2面2線のホームを持つ、地上駅である。 中所島方の国道24号線関月橋北詰めに改札口がある。改札口は上下線別で、改札内で互いのホームを行き来することはできない。宇治方面の改札口には早朝深夜を除き、駅員が配置されている。駅の中所島方にある踏切には、隣接する関月橋北詰め交差点に設けられた信号機が連動している。案内サインは、 上記の通りであるが、上り列車は、中所島駅までの運転のため、淀谷橋、中野島線方面と出町柳方面は、中所島駅で乗り換える必要がある。なお、両、ホームとも有効調は五両である。関月橋、関月橋を渡った宇治川左岸には、住宅地があるため、駅の利用客は、多い一方、駐輪場は、宇治川左岸に位置する新関月橋の橋脚下にしか、 設置されていない。このため、関月橋や外環状線の歩道などには、駅利用者による違法駐輪が多く、歩行者の通行に支障をきたしていた。このため、関月橋の歩道に大型プランターを並べて、駐輪の余地をなくすといった物理的な処置のほか、地元ボランティアによる駐輪場への誘導を行っている。駅周辺のうち、 国道24号に違法駐輪された自転車については道路管理者による対策がなされてきたが7日間程度放置された車両のみを撤去対象としていたため対策が追いついていない実情があったこのため2010年9月からは放置期間にかかわらず対策を行うこととなったなお一連の対策については京都市内の他の地点でも行われ費用は 国費で賄われる。駅の西側にある国道24号の踏切は交通量が多いほか、北側に外環状線との交差点が隣接しているため交通量が多い。このため朝の時間帯には安全確認のための係員が常駐している。ありがとうございます。